こんにちは、よちこです。今回は野菜たっぷりで隠し味にオイスターソースを使ったドライカレーがすごく気になったので挑戦してみることにしました。材料は豚ひき肉、玉ねぎ、人参、ピーマン、卵です。調味料は水、カレールー、トマトケチャップ、醤油、ウスターソース、オイスターソース、おろしにんにく、おろし生姜です。ではでは早速作っていきます。